ヘルメットの着用率を高めようと、広島市は毎月1日、ヘルメット着用者の市営駐輪場の利用を無料にします。去年4月から自転車のヘルメットの着用が努力義務となりました。広島市が昨年度行った市民への調査によると、着用率は12.8%でした。広島市では、今月から毎月1日、ヘルメット着用者には市営の有料駐輪場で 1> 1日100円のの利利用用料料をを無ににししまますす登録利用者には別の駐輪場でも使える回数券を1枚渡無人の駐輪場の場合は係員のいるところで領収書などを提示すると回数券を受け取ることができます。